はい、田中球児です。今回はね、なんと配信でね、クリエイティブで建築練習してたらね、下手すぎっていうね、とてもね傷つくコメントをねしてくるね人がいました。この人です、アンチ師匠です。はい、その人とね建築勝負をしてね、自分をね高めていきたいと思います。やっぱね、人間のね強くなる理由はね、負けず嫌い、つまり怒りの気持ちなんですよね。今私はねすっげえ怒りのね気持ちで包まれております。はい、ほら見て、ほらもう俺にね宣戦布告してるからね、この雑魚田中がっていう、信者に囲まれて気分はいいかっていう、これでね、あ、一番、あれフォートナイト史上一番ムカつく妹してるアンチ師匠とやっていきたいと思います。じゃあお願いします、アンチ師匠。もう下手すぎって言ってからね、相当多分うまいっすよこれ。いや、もうそっちのタイミングでいいっすよ。もう俺は絶対アンチに負けねえ、やっちゃっていいっすよ、作って。おお、これ負けれねえ、田中90史上。田中90史上一番負けれねえ。 OK、 いや、これね、違う、本気出してねえだけだから。なんで俺がアンチを擁護してんだよ。いや、これだとなんかさ、なんか俺がさ、すげえさ、あれだよね、一、なんかそう、確かに、あ、すいません、もう一回、じゃあもう一回やりましょう。今のはリハーサルだよ、リハーサル。分かってねえな、なんか動画見てるやつら。なんかこれで勝負決まったと俺は思ってねえからな。もう一回行きましょう。もう本気出してねえから、この人。お願いします。ほらほらほら、これね、これどうしよう。いや、普通に熱いぞこれ。上取られてるからあんまね、上を詰めない方がいいんだよね、基本的に。難しいね、これ上がるの。オッケー。いやー、なんか歩きうぜえ、今の歩きの設定。これはワンオンワン、いい勝負になってる。アンチ強え。これ最初初心者のふりして騙したってことが俺のこと。今最初初心者のふりしたでしょ。いや、すいません、あ、待って、オッケーオッケー、いいよ。すごいグラグラ感すごいな。よし、上を取ったぞ。オッケー。これどうしよう、また上取られた。うーん、難しい。これでフェイク入れつつの、オッケー。やっぱ上は取って、オッケー。熱い、アンチとの戦いが多分今までの建築ガスに一番熱いかも。オッケー。これやばいな、上捉えてる。リロードしてんの。これでこうか。これ上取り、難しいね、この上取り返すの。あ、マジか、上取る。今当てたかったな。で、オッケー、あ、オッケー。いや、マジか、死んでない。オッケー。いや、普通に面白いね、ちょっと俺うまいぞ、相手普通に。もう一回ね、激アツじゃんこれ。あ、なんで止まったんだ。なんか俺か、ね、これだってなんかさ、俺がさ、勝ってさ、終わらしたみたいな。はい、これで、やっぱね、アンチは低能ですね。弱アンチは低能ですね。やっぱね、田中球児の方が強いっていう感じですね。やっぱね、そう思うだろ。今、これあれだな、なんか、要素じゃん。もうちょっと、もう一回やろうぜ、面白かったから。アンチとの戦い、第2幕。このゲームさ、よく考えて上取って最初、初動のこれ重要すぎるんじゃね。
うまい、これ。あ、妨害できた。これ無理、上取り返すな。上取ろうとしてんだってことは、うん、ちょっと ゆっくりだな。こういう時ってさ、上がらないのってマナー違反なのかな。101のマナーを知らない。これ多分上 こっち側から上がってきてくれることも思ってるってことは、 OK。 OK、 取り返したやっと。うめえな今の。これナルトとサスケだろ俺らの関係。高み合ってんだよな。俺たちナルトになってしまったかもしれない。高み合ってる今。もしかして逆だったかもしれない立場が。よし。もうまだやろうぜ。面白いよ普通に。動画気にせずちょっと面白いかもしれない。これ上捉える。これどうしよう。上捉えた。あー、この上は、いやこれ上を取るって言ってる。ほんと喋れねえわ。で、うまい今の屋根防御。のさばより面白い。エムでゴリ押したね今完全に。もうアンチじゃねえよこいつは。もう俺はアンチと呼ばねえ。おめえは戦友よ。最後の一戦やろうぜ。これで勝った方が、次の一戦で勝った方がじゃあ勝ちってことね。今までの全部なしで、これが最後の一戦だから。今までの違う、あれギャグ。これが最後の一戦。最後の一戦で5万点ね、プラス最終決戦でも全て決める。どうぞ。俺たちは準備 OK です。お、最後。なるほどな、もう勝負を決めようってことね。確かにこの最後の一戦が全て重要だからな。お願いします。スタート。これ OK。 これ上取ってるぞ。あっと敵有利やと。おい、マジか、今の上な。ん、プレイヤーが257の着地に失敗しました。だって今なか、もう一回やろ。今のなか、今のはなかったことなかったことなかったこと。編集の力になってもらう。てことで最後の決戦やっていきたいと思います。お願いします。もう OK。 横に展開するんだな。これ実際どっちが早いんだろうね、横に展開するのと。やばい。オフラ。うまい。やばい。あー、これ横広げていくか。アップね。これ横広げてって、うん、これ上捉えてんね。これどうしよう。降りてくるかいいか。よし、やっと。あー、ここでミスった。あっぶねー。やっと上取れたぞ。おっ、けー、勝った。勝っちまった。最初はアンチなんて言ってたけど、俺自身もあれかもしんねえ、下手くそだったあの時は。でもこいつとの怒りの感情を乗り越えて融和をしたことにより本当の強さが手に入った。怒りから何も生まれねえ。そう、こいつはそれを教えてくれた。つまりピースイズパワーってことで、今回ねアンチとやっていくって企画のはずが、企画っていうかアンチとやっていくっていうね感じだったはずがね、いつの間にかね戦友になってしまいました。はい、怒りから生まれる友情もあるってことです。はい、皆さんもねぜひね、自分に下手くそっていうねコメントされたらね、戦ってるうちに友情芽生えます。はい、最後大事なところで噛みましたが、じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつ